なんでサッカー始めて、なんでプロになりたくて、なぜ今 J リーガーに慣れてて、なぜ水戸というクラブを選んでいるのかっていう、そこの背景にあるストーリーが皆さん一人一人の価値で、試合中も一緒で運動量めちゃくちゃあって多いけど、あのプレーの質が悪いと力が出ないのと一緒で、何のために前に踏み出す力を出すかっていうと、課題を解決するとか問題を解決するためなので、課題が何かっていうことを見つける力っていうのは大事だったりします。自主練習でも、できるんですけど、やっぱり実践的にその感覚をつかむことが大事だと思うんで、実践で解決していきたいなと思ってます。自分がここ走り込む得意なゾーンで、できるところに動き出すからっていうのを周りに伝えておくのが大事だと思ってます。自分自身に波があるっていうか、選手として、そのいい時もあれば悪い時もあるんで、そういったところを直していかないといけないなと思ってて、普段の生活であったり、体のケアの部分というのを、こういかに質を高めるかというのは、睡眠時間であったり、障害児の部分でも、そういうところをすごい意識しているのを、彼らの方が取り組んでいます。ゴール前にこう顔を出す回数というのを増やしたいと思って、ペアになっているフォワードとの関係性というのが大事なので、ここはこうコミュニケーションというのを。はい、ありがとうございました。